ラビシャンカルは、ミュージシャン、シュタール奏者。イギリス領インド帝国、バーラーナシー生まれ。ラビシャンカール、ラビシャンカールなどの表記もある。日本では、ラビー、シャンカールといった、長母音を示すを付け加えたカタカナ表記も多いが、言語の表記ではどちらもボ母ンである。ミュージシャンで、シュタール奏者のアヌーシカ・シャンカル、ジャズ歌手のノラ・ジョーンズは、腹違いの娘である。 また、共に60歳前後で授かった子であるため、祖父と孫のように見られることが多い。シタール奏者のアナンダ・シャンカルは多い。師匠であるババア・ラウディン・カーン・シャンカルは、幼少期から青年期にかけて、兄と共に舞踊団のダンサーとして、欧米諸国で活動していた。シャンカルが15歳の時、舞踏団に参加したババア・ラウディン・カーンからシタールを勧められた。三年後、 武闘団の解散に伴い、カーンの下で7年半にわたり、修行をした。シャンカルが、産経新聞の石井健のインタビューで話したことによると、カーンは昔片木で気難しい人物だったが、シャンカルは、ダンサー時代に通訳兼ガイドとして、カーンに接していたため、自分だけには優しかったとされている。ダンサー時代は、豪華なホテルに泊まったり、宴会が開かれることも珍しくなかったのに対し、 シタールの修行に出ていた頃は、インドの不衛生な環境に置かれていた。それでも、シャンカルは、カーンの人柄の良さや、自分を浄化したいという気持ちが強かったため、逃げ出したいとは思わなかったと石井とのインタビューの中で、振り返っている。カーンの下での修行を終えたシャンカルは、デビューして、すぐに、シタール奏者として、人気を博した。シャンカルは、石井とのインタビューの中で、 ダンサー時代に西洋の知識や語学、振る舞い方を身につけたことがスピード出世につながったと振り返っている。アメリカで開催されたイベントのビラメディアを再生する1970年のイランでのパフォーマンス2009年のシャンカル1950年代にはインド政府の派遣による文化施設のリーダーとなり、インド古典舞踊等の講演として世界各国で演奏活動を行った。 この一環として1958年に来日した、サイ、ラジオ、東京テレビにて、テレビ出演し、演奏も披露した。1963年には、まだ8歳だったチャンドラカンとサルデンシュムクを見出し、後にない弟子として受け入れる1960年代には、当時人気だった、ロックバンドビートルズのメンバーであるジョージ・ハリスンを弟子として受け入れる。1960年代には、 モントレーポップフェスティバルやウッドストックフェスティバルといった大型フェスティバルにも参加。インド音楽だけにとどまらず、ロックやジャズ等のポピュラーミュージックにも影響を与える存在となる。その一方、シャンカル本人はハリスンが弟子入りしてからポップスターのように扱われることをよく思っていなかったとインタビューの中で振り返っており、ロックフェスへの参加も契約上の都合だったとしている。 加えて、モントレーに参加していたジミ・ヘンドリックスやザ・フーが楽器に対して言った過激なパフォーマンスは、楽器は神聖なものであるというシャンカルからしてみれば、受け入れがたいものだった。ウッドストックに至っては、モントレーのようなテーマ性を見出せず、シャンカルが観客たちに苦言を呈する場面もあった。これらをきっかけに、シャンカルはロックに失望し、大規模、ロックフェスへの参加停止を決意した。 だが1971年、ハリスンの呼びかけに応じ、バングラデシュの基金のために、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで開いた、チャリティーコンサート、バングラデシュ難民救済コンサートにて、リンゴスター、ボブ・ディラン、エリック・クラプトンらと共に共に参加している。この様子は後に、バングラデシュコンサートとして、アルバム化された。なお、この時にハリスンと再会した際、ハリスンは、 インド風の服装でるし、シャンカル自身は、西洋風の服装で出迎えたという。また、サタジットレイの監督作品や、真心を君に、ガンジーなど多くの映画音楽も手掛けた。ジャンピエール・ランパルやユーディメニューインといった、西洋音楽の奏者との共演も、積極的に行い、シタール競奏曲も作曲している。また、フィリップ・グラスにも大きな影響を与えたことで知られている。 他にも、尺八奏者山本邦山、創造者宮下真と共演している。1991年に第2回福岡アジア文化賞大賞。1997年には第9回高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞。2002年、ハリスンの追悼コンサートが開かれた際、2012年12月11日、カリフォルニア州サンディエゴで死去。 92歳ボーツ。2013年2月10日、第55回グラミー賞で、功労賞が贈られる。受賞式には、アヌーシュカともう一人の娘、ノラ・ジョーンズが出向いた。ありがとうございます。